さんこんにちは、こんばんは。私たちベビーウルフです。あやかです。キャコです。みきみきです。サラサです。もんちゃんです。とりです。アンナです。マイマイです。ここつらい、はい、今日はですね、人狼ゲーム初参加のメンバーがいます。皆さんこんにちは、こんばんは、はじめまして、もっちゃんです。自己紹介します。モスラー、イエー。はい、モスラ担当させていただいておりますベイビーウルフのもっちゃんです。よろしくお願いします。はい、最近は PUBG にハマってるので、YouTube で配信できたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、今日は8人で狂人村をやりたいと思います。イエーイ。レーションを教えてください。はい、人狼が1人、狂人が5人、占い師が1人、ハンターが1人です。それでは議論開始してください。どうぞ。死にたい人。はーい。あ、待って、死にたい人がいけないのか。神。やっちまおうぜ。神の中の占い師なんだけど、マーマイが人狼って知ってるの。おー、ありがとうございます。だから絶対にマーマイは神だから、他の神使用したやつをする、するの。うん、うん、そういうこと。イエス、私の中のマーマイは神。占い師で神。神、okay. 神です。神やる？ん？神やってる？神です。あ、神。私は神様なの。はい。権威を払わなきゃいけないの。そうです。わかった。サラサちゃんに投票したい。どうして？本当に占い師だと思う。はい、もう今回やるよ。待って、私わかっちゃう。え、じゃあ変わるまま人間。え、わかった。あ、わからないわ。だって私、人狼。あ、神だわ。でも人狼って神でしょ？神なんだよね。当たってる？これ神っていうこと全く理由がないから言うんだけど、神じゃないんだよね。うん、あ、だからね。そうやって言うのわかる。え、じゃあ変えてやる。じゃあ変えてやる。わかんない、わかんない。え、だってもう私神でもいいよ。うん。じゃあ、あの神。オッケー。うん、大丈夫さ。ではさ、オッケー。どう、ちゃこちゃはこう。全然わかんないの。あ、なんだ？あの、振られてもいい人って言われた時に、うん、手を挙げた人たちは、うん、全然、なんか、元気だなと思ったから。あんなと、とりちゃんと、あと誰かが。私、挙げてない。挙げてない。誰が挙げてなかったっけ？はい。はい。ついに。ここさ、神じゃない？もう神気分よ、私。まあね、あのさ、絶対さ、私も神気分。占い師、はいって言ってそうじゃない？そうなの。あ、まつられない。違う、私が。占い師だ。え、じゃあ、はーいって言った人から、釣ればいい。え、どう思う？そう、釣られたいって言いそうじゃない？いいか。占い師。うん。だから行こう。うん。じゃあ、どんだけ釣られたいかを、ちょっと、熱意込めて言ってもらって。熱意？そう、熱意が一番こもてた人っつって。オッケー。ふふふ。ちょっとやめてよ。ララサちゃんに投票したい。なぜ？占い師だ。すごい今投票されているアピールやで。え、でも、釣られたいのにさ、サラサちゃんの方が、うん、サラサちゃん、占い師を占い師だと思う。ハンターよりも占い師行く？ハンターわかんないじゃん。うん、なるほどね。今この人ハンターだみたいな人いないから、よし、じゃあ、いかに釣られたいか次だね。次。え、あ、じゃあ、騎士です。これ辛い。確かにね。なるほどね。ミキミキ騎士？騎士でーす。やばい。どれもが。どれもが。はい。え、終わり？あ、でもね、私はね、鳥ちゃんに投票したいよ。だって占い師っぽいから。あー、神だよ。神だってよ。神だよ。え、神だよ。なんかさ、神って生存欲あるよね、そういえば。あるあるある。占い師じゃない？神って言ってる人。なるほど、ね。だから一番最初から神って言ってるから。確かに誰も何も言わない。一応天才！そうです。わかるわ。占い師だったら、狼教えてほしい。うん、知らない。
絶対知ってるよね。知らないよ。え、座れたい。やば。誰に投票しよう。え、待って。え、これ何しよう。神だけど、釣られたい。うん、楽しい。待って待って。楽しい。で、釣られたい。そう、私釣ってください。釣ってください。ってことは、ひろみさん終了です。投票に移ってください。どういうこと？あ、投票します。鳥ちゃん。はい。はい、投票します。あやかちゃん。おぉ。投票します。私、超能力使えて、内訳全部知ってるんですよ。やったー！キミキが神で、うん、占い師が彩香ちゃんで、鳥ちゃんハンターなのね。だから、占い師の彩香ちゃんに頼る。え、どっちだ？あ、え、待って待って、私違うと思ってて、鳥ちゃんに投票します。うん、てか、神ってまず言って、占い師だと思ってて、あやかちゃんの生存欲は神だと思う。私は神だ。私は崇拝する。私は神だ。うん、多分ね、人狼なんだわ。で、鳥ちゃんが本当に占い師かな。で、私は思っちゃった。投票します。神が誰だかわかんなくって、鳥ちゃんとかって占い師っぽいけど、神っぽいとも思ってて、結構怖いなって思ってるんだよね、私。ザ狂人みたいな人に投票したい気持ちがある。怖いから。結構紙一重だなって思って。髪だけ。なるほど。わかる？サラサちゃんに投票します。はい、投票します。その通りで、正直髪がわからない状況だからこそ私に投票をしてくれって思っている。そのね、私に投票してくれれば、大丈夫よ。票入ってないね。ひみきさんに投票しろ。ひみきさんだ。かわいい。かだ。お願いします。もし、鳥ちゃんが、ご主人様だった時に、結構処刑される位置に上がっちゃってるから、占い師が多分守ると。守らねえか。ん？待ってね。ちょ、わかんねえ。サラサ行くわ。違う。私には、すべて見えているので、見えています。鳥ちゃんが占い師と予想しています。神ではない。私は、鳥ちゃんに、投票します。それでは本日、追放されるのは鳥ちゃんです。遺言をどうぞ。そうですか。神じゃないよできました。昨日人狼によって襲撃されたのはもっちゃんです。それでは議論開始してください。どうぞ。いや、とりあえずさ、神じゃなかった人に投票してる人に行こう、うん、だって人狼じゃないから、うん、占い師って出て誰がさ、おかみち前々、まあまあ、前々ごめん、それだけ忘れちゃった。ちなみに鳥ちゃんに投票した人三人、あと、もっちゃんに投票した人、いないんだね。うん。ちゃこちゃんが、鳥ちゃんに投票する前に票を持ってた人誰だっけ？私も。何票？二、あ？ん？二？二持ってて。二。一持ってた。二。鳥ちゃんが二。で、ちゃこちゃんに入れられて三。三、うん。もしなんか、ちゃこちゃんが占い師とかだったら、ここに、うん、人狼いないってことだなって思って。わかる。そうだね、わかる。そうそうそう、そう。ん？なんか純粋に推理すると、うん、占い師は、人狼に票がもし集まっていたら、適当な理由をつけて人狼に投票できるから、純粋に考えると、人間の鳥ちゃんに投票してる人は、人狼に投票していないから、占い師っぽくない。今、占い師を探す議論してるんだけど、で、なんだけど、私人、狂人で、人、サラサちゃん。信者なんだよね。そう。三人狂人だったら、チャコちゃんが占い師でも適当に決めちゃうはあるかな。まあ、でも今のちゃんって昨日誰に投票した？私、サラサちゃんわからなくて。しかもサラサちゃんが一緒やん。釣られていいよって言った後に、サラサちゃんに投票したんだよ。そう。そう、だから、絶対に信者なんですよ。そう。で、あやかちゃんとのアイコンタクトも、信者同士だからできたことだし、正直ね、私、鳥ちゃんが神だと思ってたから、
結構なリスクがあって、かばいたかったのね。だから、投票してくれって懇願をしてた。かな。え、待って、あやかちゃんって占い師？違う。私、アンナちゃんとサラサちゃんが占い師に見えてなくって、もしあるとしたら、チャコちゃんか、もっちゃんが結構あると思う。うん、ああ、もうそれぐらいアンナちゃんとサラサちゃんが占い師っぽくない。わかる。鳥ちゃんが占い師はないんですか？ないと思う。なんか、票持ちがちじゃん。あ、持ってて、アンナちゃんが。うん、ってことは、アンナちゃんが占い師だったら、アンナちゃんが投票したサラサちゃんは、人狼の可能性があるけど、釣れないじゃん。だからその意味がないじゃん。あ、釣れるかな。あれ昨日ってサラサちゃんに投票して、ワンちゃん釣れた投票したっけ、うん、アンナちゃんって。チャコちゃんが最終票を持っていて、クリちゃんか私か、アヤカちゃんが、うん、そのチャコちゃんの票で誰が、その、召されるかを決めるあれで、うん、そう、っていうやつ。いや、本当に占い師。私は、今日見たのは、ミキミキちゃん神だったから、二人神がいる状況なのね。絶対違うよね。でも、ミキミキどう今。え、チャコ、え、占い師？うん。占い師ってか、ハンター行きたいんだよね。ハンター、あやかちゃんじゃん。そう、あやかちゃんだよね。すごいよね。うん。私じゃないんだ。私以外だと誰かいるじゃん。でも、守れるよ。あ、と、要は。人狼誰だと思ってるんだっけ、あやかちゃん。私わかんなくなっちゃった。結構鳥ちゃんだと思ってたの。じゃあ死んだ方がいい。あ、え、死んだ方がいいのかも。うん。なんか、その方がいいかもね。ギラギラ終了です。投票に移ってください。間違えて、神を殺してしまうのがすごく怖くて、ハンターは、人狼のことを知らないから、ハンターも私たち目線と同じだと思ってて、結構票を捨てるみたいな形の行動をとる。狂人だと思うサラサに投票する。同じ仲間だと思うけど、神を殺したくないが一番です。うん、私も神殺したくないから、サラサに投票する。ごめんね。投票する。あやかちゃんの意見に賛同して自分に入れたいんだけど入れられないから、あやかちゃんに投票する。ハンターは残して、噛まず、釣らずに残しておけば、多分神を見つけられていない状況だからこそ、そっちの方が断然有利だと思ってるから、今日は狂人を釣っていいと思う。そう？うん、私、あやかちゃんに投票する。だって、狂人よりハンター狙いたいかな。で、サラサちゃんだけがハンターがないと思ったから、そのサラサちゃんに1票目に行ったあやかちゃんって、ハンターを殺したくない人間陣営に見えたかな、私は。はい、で先に投票します。あやかちゃんに投票します。あやかちゃんがハンターであると思うのと、今日ハンター、でいいんじゃないかなって私は思っています。誰が人狼かがいまいちわかんない状況だと思っているし、ハンターを連れて正解かなって思っています。投票します。そうだよね。あやかちゃんに決め打ちます。はい。今のズアップで映してほしい。本日ずつ言わされるのはあやかちゃんです。よいお願いします。ハンターじゃないよ。それでは恐ろしい夜がやってきます。皆さんおやすみなさい。ダメ！なんでなんで？すごい。